生です。ナンバーさんです。お願いします。月見バーガー食べ比べしてみたい。月見バーガー食べたことあります？ない。ナンバーさんじゃないんですね。そうなんだ、ね、そうなんだよ。だからちょっと食べてみたい。わかる。美味しそうだなとは思ってるわけ。みんな月見が出ると大喜びするじゃないですか。ね、わーいわーいって。そう。バーガー見てみよう。おー、急な月見あし。どの店からも月見バーガーいっぱい出てて、オラワコスツアーみたいな感じなので、まあ、普段ね、パイセン島に住んでる我々は、月見バーガーを食べるという習慣があまりないものですから、そうなんです。ちょっと一度は体験してみたいなと、そういうふうに思いまして、今回は3店舗の商品を買ってまいりましたので、食べ比べていきたいと思いまーす。それでは早速、レッツラーゴー！ファンタスティック！それでは、選手の入場！エントリーナンバー1、マクドナルド。ドーン！ドーン！牛すき。イエーイ！七味香る牛すき月見となってあります。よろしくお願いします。お願いします。エントリーナンバー2、ロッテリア。辛いね、絶品チーズと、普通の絶品チーズを2つ買ってまいりました。エントリーナンバー3、ケンタッキーフライチキン。ブル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 。スキミーチーズは復活。イエーイ。ツイスター。イエーイ。以上5名となります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どれ食べたい？王道なんだろうね。マックかな。牛すき香ってるけどね。あ、確かに牛すきは個性強めでお届けしてるよね。そうね。となると。ブル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 。もうこれはね、あの辛いのモモパイセン用に買ってきました。あ、もうね、モモパイセンから楽しみにしてたんですよ。え、そうですよね。かわいい。うわー、これはね、つやつや感たまらないんですよね。ハミチャビンです。ハミチャビンです。いただきます。いただきます。うまっ。うまっ。え、何がこんなに美味しいんだ。なんだこれ。卵もさ、全部に通ってないの。え、そう。なんかトロッとしてるのなんか、うん、お肉もさ、スパイシーで美味しくない？美味しい。ロッテリアの特徴として、胡椒が効いてるよね。そうなの。これをおかずにご飯に食べてくれるぐらい美味しい。このシリーズをみんなが大好きな理由が分かった気がする。うん、違うんだろうけど、変わらなさそうだよね。全然違うよ、ちなみに。違うんだよね。うん、バンズがふわふわタイプじゃん、ロッテリアって。それがもう最高に美味しい。美味しい。はい、じゃあ次はマクドナルドさんですね。美味しい。はやはやはや。美味しい。何が違うって牛すきなんですよね。うん、だから、そうなんだ。ただの月見じゃないっていう。ね。すごいチーズ。すごい。チーズがもう溢れ出してるよ。パン分厚くない？分厚い。おー。すごい、なんか結構ベーコンはみ出てます。うわ。って感じ。いただきます。かわいい。うん、牛すき。ほんとに？うん。え、そのさ、牛の部分がちゃんとあるんだ。ある。え、パティも普通にあるんだけど、その下に牛すきが入ってる。いや、ほんとだ。で、甘い。ベーコンも入ってるからさ、お肉が3種類入ってるのよ。すごい贅沢。いただきます。はい。うん、甘い。甘いよね。うん、そう。パン強いね。そう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 。ガブ。うん、まだ。パーンって感じ。パーンって感じ。これは結構卵は弾力があるとか。ね、グミ。グミ。プリプリしてる感じがする。プリプリしてる。でもマックっていつもそうだよね。卵プリプリ系だよね。うんうん。ちっちゃい子とかでも食べやすいかも。うん。ずっと咀嚼したいね。ね。飲み込むのもったいないよね。うん、じゃあ最後に、ケンタッキーを食べていきます。これ楽しみにしてたんだよね。そうです、私はやっぱ。形が違うもん。そう、ツイスター。ツイスターね。美味しいね。ツイスターはね、皮が好きなの。美味しい。皮好き。え、どっち行きたい？いいの？ツイスター好きじゃん。ツイスター好き。ツイスターだよね。ケンタッキーってこれだよね。ケンタッキーのバーガーってこれじゃん。正解。
ピンポーン。すごくない？このさ、キャベツがたくさん入ってるところもさ、ケンタッキーだよね。そうだね。やっぱお肉にこだわってる分さ、そう、ね、野菜とバランスとってるよね。そう、素晴らしい。ツイスターはこんな感じでーす。せーの、いただきまーす。いただきます。うまっ。うめ。卵がね、結構半熟。あ、そうなんだ。うん、あ、すごいね。うまくね。やばいよ。卵めっちゃさ、もう、液体？え、そう。うん、生卵そのまま入れたみたいな。うまい。あ、やばい。マジで美味しいよ、これ。うわぁ、もう、やばくない？うん、じゃあ、いただきまーす。たまらんわ。おいしいよね。うん、このバンズの下の方にまでソースが染みてるんだけど、おいしい、それが。ねえやば。和風ね。うん、ねえ、和風ってついて大体ねえもんな。間違いないよね。ね。今度から月見っていうことを信じるようにする。月見って方もおいしい。おいしい、うん。なるほどね。そうなんだ。衝撃のおいしさだわ。なんかバンズまで含めてちゃんとがっつり楽しみたい人はバーガーで、うん、結構この肉と卵の感じを楽しみたい人は、うん、ツイスターの方がいいかも。そうだね、うん、生地もさ柔らかいからさ、うん、結構何パクパクいけちゃう。そう、うん、生地の薄さがすごいいい、うん、ファンタスティック。ほんとだ。なんで月見って名前なの？好きなバンドの名前の由来知りたいみたいな感覚で、うん、じゃあ月見バーガーがどうして月見っていう名前なのかを気になってる。じゃあ今好きなバンドぐらい好きになってるってこと？もうやばい。もうやばい。やばい。大変痛い。月見って月を見てるわけや。うん。だから卵を月と見立ててるってこと？あー、食いしん坊の人の主観なんだ。月見て、卵見たいってなってるから、ジルリー。ジルリーってこと？そう。そういうことじゃない。そういうこと？月に、うん。住んでるものといえば何でしょうか、あなたにとってプロフェッショナル仕事の流儀みたいなそうですね、やっぱりうさぎ。うさぎ、モータさんってうん、かぐや姫。なるほどね。ドヤここ最近で、ね、一番のドヤみたいなすごい、竹から生まれてきたと思ったら、うん、実は月のものなんです私みたいな、うん、何言ってんだお前みたいな、うん、帰るんだバイバイみたいな話ですよね。かぐや姫ってどういう生活してるんだろう。ヨガみたいなやつ。ピラティス。あ、ピラティスかぐや姫もピラティスやるやってるかな。好きでピラティス。好きでピラティスやばいって最近どう？雑じゃない今まで活動してきて一番雑。雑。最近どう？最近どう？何の最近流行ってる、うちの前髪。何のって流行ってる。なんか最近いいことあった？いいこと？うん、今一緒にこうやってチキンバーガー食べれてることが一番の幸せだよ。やだなんかさっき駅でちょっと迷子になったんだけど、うん、その時とか、うん、なんかもう予定詰まってて、なんか美容院に行けないとか、うんうん、なんかもうあーってなった時に、うんうん、ここが痒くなるあーもうあーなってる最近。マジでやばいね。ちょうど昨日なんですけど、幼馴染がね、マホパイセン唯一いるんですね、うん、頻繁に会う仲じゃなくなってたんですよ、うんうん、最後に会ったのが4年前とか、うんうん、全然なんか仲悪くなったとかじゃないんだけど、うん、なぜか4年空いたんですけど、うん、でも4年空いたらさ、さすがに会うってなったら緊張するじゃん、うん、なんかどういう風に喋ってたっけと思って。いやー、なるよね。そうだし、4年も経ってたら私も幼馴染多分変わってると思ってさ、うん、性格だったり、うん、ノリとかさ、うん、どういう風に喋ってたんだろうと思って、うん、ちゃんとこう楽しく時間過ごせるかなみたいな、うん、ちょっと思ってたんですけど、うん、バリ楽しくて。あー、よかったね。そう、もうね、なんか7時間8時間ぐらい一緒にいたんですけど、もう喋り通し。すげえ。一秒も
う黙らない。言うこと多すぎるの。もうすげえ、もうさすがに4年間やってるから、4年間分のトークがあるから、もう全然黙らなくて、2人とも。そうなんだ。そう。で、だから、逆に、なんで4年も会わなかったのっていう、相性良すぎて、すっごいじわったし、なんかその幼馴染って言える人が唯一その子だけなのね。だから、そういう子が、いるプラス4年相手も超楽しく喋れる関係性っていうのがめちゃめちゃ嬉しくて、昨日は飛んで帰りました。家までここまでさ5種類食べたけど、どれが一番好きだった覚えてる？最初の一口の感動は忘れられないよね。わかる。どうした？ロッテリアうめえ。ロッテリアうまい。マックよりはロッテリア店舗展開少ないじゃん。もっと増やすべきだと思う。増やすべき。美味しすぎる。うめえな。卵のふわふわ感がロッテリアにしかなかった、うん、5種類食べて一番好きなのはツイスターかな。でもさ、うん、このドラマのタイトル知ってる？スキミバーガー食べ比べ。ツイスター今日もうちらの姿見て元気になった？今視聴者の声。ごめん。そんなこと思ってないって。思ってない。いいんだ、私たちなんていなくなっちゃえばいい。私たちの動画なんて全部なくなっちゃう。ヒスコーブン。ヒスコーブンね。ハマってるんだ。人がハマってることには文句つけちゃいけないと思ってる。そうやって私のことが話せるんだ。ほら。そうやってカバーすれば全部さ、いいと思ってさ、私のこと思ってて。ファンタスティック。はい、ということで月見バーガー食べ比べやってみました。とっても幸せな時間を過ごさせてもらって、私たちも満足でございます。本日の教訓でね、卵ね。今回の動画がちょっとでも楽しかったり、月見バーガー食べなきゃと焦ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録とコメントのほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつだってファンタスティック。バイバーイ。